それは、とある日の夜の出来事である。ただいま、帰ったで。うまい棒600本セット買うてきたで。食べへんの、ゆかりちゃん。なんや風呂か。ん、今日は土曜日やし、明日も学校休み。暇つぶせる相手もおらへんし、今やわ。今やわ。今。その飛び出るほどの主張の強さはなんなん。ん、デドバイね。ゆかりちゃんがプレイしているのはいつも見てるんやけど、実際にプレイしたことはないな。確かに興味はあるんやけど。ま、なんか怖そうやし、テレビでも見まくったわかった。プレイするからなよ、収まるんや。しゃあないな。ちょっとだけやで。こうして彼女の長い夜が始まった。ゆかりちゃんがプレイしているのを見ているときは怖くないんやけど、自分でプレイしてみるとなんや怖いな。キャラはとりあえず、ゆかりちゃんお気に入りのデイビッド・キングや、なになに？デイビッドは喧嘩大好きっ子、ゴユーパークは、レッドハード、弱音はなしだ、ずっと一緒だ。全体的にダメージ食らってから張り切るタイプやな。血の気多すぎやでほんま。パーク構成は、ゆかりちゃんが設定したまんまの構成できてもうたけど、まずは、共感、次は、ずっと一緒だ。チェイスパークにレッドハード、最後はセルフケアか。共感での負傷者索敵で、鬼の位置を把握して立ち回りつつ、もしもチェイスになったらレッドハード、念のためのセルフケアと、BP 稼ぎにずっと一緒だを入れてる感じか。隠密寄りのバランス型って感じやな。なかなか使いやすそうでええんやないの？でも意外やな。普段のゆかりちゃんのプレイって結構チェイスメインのシーンが多かったような。完璧。ははこれでも食らえ。チェイスメイン。行くぜ。チェイス。へへ、友達こ。ただあの子がアホなだけやったわ。さて、なんとか発電機を1台修理し終えたで。ただルインがあるから、発電機の周りは芳しくないな。お、ナイスや。よし、ガンガン発電機回すで。オブセッションの子がめっちゃ頑張ってくれてるので、今がチャンスや。で、来とる来とる。くぅ、さっきの発電機回したかったで、かなり固まっとったもんな。うん、一緒に発電機回しとったネアちゃんにタゲ移ったな。一旦グルーと回って、さっきの発電機に戻るで。あちゃ、誰か捕まってもうたな。釣ったフックの箇所と回したい発電機の場所が、微妙な位置や、安易に発電機に近づいたらあかんな。回りかけやし、多分巡回来るで。うん、発電機蹴って、戻るやろ。よし、今や。呼びました？うーっ、今の見つからなかったんは若干運やったな。危な。えらい警戒しとるな。多分発電機近いから固めたいんやろ。お、救助ナイスや。キラーも釣ったフックの方に戻るから今がチャンスや。ナイスや。こっちももうつくで。よっしゃ、やったで。よし、ここ回そか。オブセッションがチェイス中なんで、ある程度安心して回せるわ。あら、見失ったか。あそこにおるな。それだと、発電機巡回に切り替えてこっち来る可能性あるな。念のためやけど、隠れとこか。やっぱり来たな。隠れるときは走ったらあかん。で、背の高い遮蔽物で身を隠しつつ、こっちから相手を見れる箇所がベストや。向こう行ったか。でも、ここで飛び出したらあかん。ここはマップの真ん中や。キラーが端から戻る場合、ここは必ず通る。すぐ戻ってくる可能性は高いで。あら、チェイス中やんな。多分、ふう、なんとかなったな。あっち側でチェイスしてくれとる。今のうちに回さなあかんな。ああ、あかんか。その位置だと、バメチリは大丈夫やな。ただ、発電機は巡回来るんで隠れよか。よしよし、多分バベチリに移った方行ったな。救助チャンスや。よいしょ。よし、ちょっと近い場所やが、チェイス中や。今のうちに発電機回すで。よっしゃ、ナイスや。ゲートの場所覚えて。うん、大丈夫そうやな。よし、ゲート開けたで。よし、追われてた人も逃げられたみたいやな。もう一人の負傷者も目の前におるし、一緒にゲート行ってあげれば問題ないやろ。ほら行くで。
ふう、なんとか脱出できたな。なんや、全然見つからなかったな。こんな地味な試合でいいんやろか。てか、あいつは普段どんな動き方しとんねん。呼びました。おわ、なんやゆかりちゃんか。びっくりさせへんといてな。ああ、出とばってる。いいな、いいな。あ、すまん、勝手にデータ借りとるで。全然オッケー。もう満体。せや、うまい棒600本食おうてきたで。わーい。ところで、こんな大量のうまい棒どないするの？やだな、あかりちゃん、決まってるじゃないですか。はい、うまい棒持って。お、お、あかりちゃんそっちに。お、お、あかりちゃんこっち走ってきて。こうか。はい、そこでうまい棒を渡す。はい、というバトンリレーの練習をするために買ってきてもらいました。クエア、やだな、あかりちゃん。軽いジャブですよ。じゃあ、む。え、なに？じゃあこれから渾身のストレート来るの？うち、もう突っ込むの疲れるんやけど。ああ、ほらほらよそ見している間にマッチングしてますよ。ああ、ほんまや。ほら集中せなあかんな。そうですね。やかましい。ああ、開幕早々一人やられても打たな。ん？一応救助は行ってるみたいやけど狙われとるな。ああ、ねえ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 、見てください見てください。あかりちゃん見てください。なに？これ、それ。うまいもん！やかましい。え、てか、ほんまにそのキャラクターうまいもん言うの？本当ですよ。ちなみにポケモンとは無関係だそうです。そうなんか。まあ、確かに。なんや、その、あれや、ちょっとインスパイアした感じがにじみ出てる感じが、若干しなくもないような気もするからな。ぶっちゃけパクちょい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 。包もう。うちもだいぶ気を使ってたのを察して、オブラートに包もう。ビブラートに包む。オブラートじゃドアホー。何が震えるんじゃ。相手はレース。かなり救助行きにくいな。レースはいるかいないかがわかりにくいから、救助しづらいんよな。ああ、あかん。結構守ってるな。ってこっち来とるやんけ。ああ、見つかってる。撃てる。しばき倒すでほんま。レースは透明解除時の加速が厄介すぎるんやて。周囲にいたないと絶対一撃もらってまうもん。なんとか釣られたフックとは逆方向に引っ張ってみるか。ああ、ダメっぽいですね。せやな。まあ、あれはしゃあない。レース相手にイモられると救助かなりきついし。てか、あっち側ずっとキラーがいたから発電機触れてないんや。固まってまうから、あっち側回すで。お、完全にこっち見てましたね。しゃあない、うちがタゲ取りするか。え、あかりちゃんチェイスできるの？ん、まあレースはチェイスに強いキラーでもないし、なんとかなるんやない。よしよし、こっち来とるな。間に合え。うっし、ギリギリやな。窓枠使って、この真ん中エリアぐるぐるするで。ふむ、いい感じにこっちの発電機が回りかけやし、足跡つけながら反対方向に向かうで。発電機ちょっと触って。うん、やっぱり来とるな。このまま種取るで。大丈夫、まだまだ板は残っとるで。あ、発電完了ですよ。ゲートは2つともあっち側か。ひぃー、逃げてー。コラーくん、一発もらうで。バイバーイ。なんであんたが痛がんねん。で、コラーくん。ちゃんと相手を見るんや。タイミングを見計らって。ヘッドバーン。よっしゃ、ジャストや。え、あかりちゃん、そっち逃げるの？ゲート反対方向だよ。いや、単調な動きは読まれやすい。ゲートはキラーが今最も警戒している場所やし、距離的にも間に合うか微妙や。ゲートがない反対方向に行けば、キラーが見失ってくれる可能性がある。そして、うちにはセルフケアがある。キラーが、もしゲート妨害を優先するようやったら、うちは安全な場所で回復できる。ノーワンもないし、レッドハードがある状況なら回復できればうちの勝ちや。もし見つかった場合でも、ゲートがない方向は板がたっぷり余ってる。しっかりチェイスもできるやろ。よし、見失っとるな。いい感じに負けたみたいや。あとはゲートに向かうだけやな。お、しかもみんなが肉壁に来てくれた。ありがとう。ほんまありがとう。ねえ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 、見てください見てください。あかりちゃん見てください。なに？これ、どれ？うまいもん！やかましい。の妹！やかま。うまいもん妹おったんか。それも、また、なんや、ちょっと可愛らしい感じの、うまいもんとは全然似てない感じで、あれや、斬新やな。とりあえず流行に乗っかってみた感が丸む。ちょい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 、包もう。ちゃんと包もう。可愛いだけのキャラなんて、このほら。やめろよ。よっしゃ、また無事に脱出できたで。すごいすごい、あかりちゃんすごい。ふっふっ、せやろ。私もやる、やらせてやらせて。よっしゃ、じゃあ一回交代でやるか。うん。彼女の夜は始まったばかりだ。